きり言ってくんないと、もうはっきり 言っていいんじゃない？言っていい？うん。今年のバースデーソング。うん。あるのかな？歌ってくれ！あ、なるほどね、ヒロさん。うん。ちょ、メール来てますよ。ラジオネーム多いな。ラジオネームマッキントッシュ。マッキントッシュ。マッキントッシュ。玄関あんた最高だよっていうの。多分ありがとう。ありがとうね。ね、うん。もうこれでいいだろ。なんでマッキントッシュ待て。日村は、うん、カラオケでマイウェイでも歌っとけって。練習はしとくわ。B メロ歌えなかったからさ。サビは下のサントラジオとしよう。おわこじゃないことがもうバレましたよ、ね。おわこじゃねえわ、うん。マイウェイは。ちょっと、ま、頼むよ。そこは。そこは頼むよ、ね。頼むよって何が？あの、もう。マイウェイのことを。いやいや、マイウェイのことを言ってくれないのもそうだし。マイウェイのこと言ってくれない。あの、本当に申し訳ないけど、うんうん、歌は、うん、何にも用意してないのってわかると思うんだけど。いや、確かにないね。本当にギターが、いつもだったらね、ギターを担いでくるから、彼は。そうね。ね、うん、ないんですよ。すいません。ないのよ、本当にギターが。いや、もうなんか、正直、毎年辛くって、書くのが。いや、まあ、そうだ、ね。あんなことの才能だったら、なんとかなるだろうが。いや、もう嫌なんだよ、多分。もうね、めんどくさくて。嘘、かっこつけんな。いや、それは、だってさ、そんなさ、もうさ、玄君もさ、うん、もうそれはいろいろやってるしね、うん、日村さんに向けての一曲っていう労力が、うん、めんどくさいんだよ。石原さん、さんそれ言っちゃもうあれだよ。バナナマンだって負けてないよってことだよね。うん、どういうこと、どういうことですか？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 負けてねえぞ。何がですか？星野源がどんな、なんだ、なんもの本当だよ。おかしいんだって、日村さん。バナナマンだってすごいね。いやいや、いやいや、そんな、いや、意味がわかんないよ、日村さん。そうやっていつもね、お祝いに来てくれてるのに。うんうん、ね。なんでその全面戦争だとか。戦いの姿勢。負けてないよね、とか、そういうことじゃなくて。いや、そんな、俺は、うん、でも、聞きたいよ、やっぱり。でもやっぱそもそもやっぱり俺はプレゼントをもらったことがないんで、日村さんから。確かに。だからそれは悪かったもん。だからそれをまずもらってからならちょっと考えますよ。そこは俺のいけないところだ。俺の痛みのところだ。申し訳ない。何をくれますか？うん、逆何が欲しいの？逆に。じゃあソープ。じゃあもうソープか。でもなんかほら、形に残るものも形に残るもの。うん、やっぱりさ。何ですかね、うん、何でもいいですよ。なんかお揃いのものが欲しいです、日村さん。いいね。うん、お揃いのもの欲しい。日村さんってなんか、お揃いってなんか嬉しくないですか？本当？うん。じゃあ、歯とかお揃いにしちゃう。いや、歯、歯、基本俺すいません、俺ちゃんとあるんですよ。健康だから彼は。俺はちゃんと今歯が生えてる。歯がもうちゃんと生えてるから。日村さんは上全部もう、上と下の奥歯も全部インプラントしてる。インプラント。そうですよね、うん、今ね、うん。うん。あ、そう。なんだろうね。何？まあ。靴とかがいいのかな。自転車、自転車は？あ、自転車今ないっす、俺。俺もないんだよ。ええー。そう。あ、じゃあ一緒に買いに行きますか。ほら、こういう。お揃いの？お揃いの。それでもやっぱずっとこう身につけるみたいなもんじゃない？指輪じゃない？指輪買おうか。指輪いい金の店はね、日本にもあるし、ね、香港にもあるからね。でも、指輪、例えば、うん、男があんまつけるってなかなか、なかなか抵抗がないよね。うん、でも、日村さんとおそろなんだっていうと、ちょっとなんか、つけられそうです。確かにそうだよね。うん、じゃあちょっと、それ、いいよ。じゃあもうそれやろうよ。でも毎回聞かれるよ、指輪なんか意味があるんですか。いや、ちょっと日村さんと恐れる。いいですね。スタッフもつける指輪。いやいや、俺は大丈夫。3人で一緒なんです。俺は大丈夫。まあもう、まあなんかの、うん、じゃあそういう記念のものをさ、はい、わかりました。それはもうこんだけしてもらってんだから。確かに本当そうだね、うん、申し訳ない。今まででも本当申し訳ない、うん、でもちょっとそれとはまた話別で、うん、どうなってんの今年。もうないの？ないのかな？歌？どう？ないよ、だから。わお、わお、ないよ。いやいや、本当にないよ。いや、もう時間余っちゃったよ、これ。いやいや、コーナーとか、今日は、だから一緒にコーナーとかやったり、うん、いや、祝いに来てくれるっていうのがもう。うんうん、あ、もう歌ないの？いや、申し訳ないけど、そんな。うん。あ、ごめんね、もう本当にあると思ってんのね、日村さん。いや、なんか引っ張ってくれてんのかなっていうことでありがてえなと思ったけど、確かもう2時半ぐらいになっちゃってるから。うん。大丈夫？うわ、ね、コーナーもあるし、確かに。うん。うん、メール来たよ。うん。ラジオネーム。ヤコタ、うん、おい日村、何？全然相手にしてもらえないな。そんなことねえ。気を引くためにまたうんこもらった。やってねえんだよ俺それ。俺それやってねえんだ。おい、これどこまで座ってんのかな。あのさ、やってねえ。俺さっき読んだ記事全部やってねえんだよ。
一個もやってないし言われてねえんだ。合コンで全然相手にされないから気を引くためにうんこ漏らしてたっていう、ね、エピソード教えてもくれなかったから俺には。そう教えてほしいですよ。やってたら言うよ。じゃあやっぱその姿勢がやっぱ俺たちに曲を欠かせないんですよ。なんか心が遠いじゃないですか、ね、やってたら言うわ俺も。俺実は過去にうんこ漏らしてんだと合コンで注目を得るために。そんなやつ絶対相手にされない。そうでしょ、うん、やってないんだから。そっか、やってない、うん、やってないよ。ちょっとじゃあ、うん、わね、まあ時間はまだあるね、うん、曲はあるかどうかはお知らせの後だよ、うん、お知らせ行こう。第 TBS ラジオ金曜ジャンクバナナマンのバナナムーンゴールド、はい、やっておりますよ。やっております。はい、本日はね星野源くん来ていただいております。はい、よろしくお願いします。日村さん、はい、ちょっとついにですか。え、ついにですか。スターさん、はい、ついにですか。もう今2時半回ってますよ。そうですね、はい、30分で終わりますよ。まあ、うん、行く？おお！これは来たぞ！イエーイ！じゃあ、ちょっと、行きましょう。なんかね。マジで？いや、まだわかんないよ。まだわかんない。まだわかんない。で、もう、作る、歌作るっていうのがすごいめんどくさいし。うん、もちろんもちろん、それは申し訳ない。申し訳ない、申し訳ない。ちょっと今までとは違う形になるかもしれない。全然全然全然。じゃあ、まあ一応なんか、準備とかあんのかな？うおほ、うん、ら来たじゃん、ギター入ってきたよ。ほらあれギターかわかんないよ。ギターそうですね、全然違うかもしれない。ほらちゃんとこれチューニングするのもこうアコにこうつけてんだ。えずれないように、ずれないように、ね、日村さんこれあるじゃん、もう。ん、日村さん、はい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 、誕生日の歌え作ってきました。マジでゲングおこれちょっとみんな聞かないと。星野源のチューニングだよ。どういうことですか。チューニングを今聞いてくれてるんですね。そうだよ。すいません、そのちょっとチューニング、ちょっと時間かかりますけど。すごいよな。ちょっとですね、今年はちょっと、去年が、はい、アップテンポな感じだったので、うん、そうだよね。今年は原点回帰で、うん、ちょっとバラードを、うん、はい、作ってきました。すごいね、ありがたいね、井村さん。本当にすいません、ウィン君。ありがとう。いえいえ。うん。はい。お、お、じゃあ、井村さんお待ちかね。うお、星野源による、井村、はい、43歳を祝うバースデーソング、はい、ありがとうございます。じゃあ、もうお任せします、ね。はい、それでは、日村さん、聞いてください。日村さん43歳誕生日の歌。はい。醜い姿で生きてきた。日村に彼女ができたんだ。醜い心が愛を知り、日村の呪いが解けたんだ。救急車のサイレンが二人だけのラブソングさ。マンションのベランダは二人だけのゴンドラさ。日村、君はもうソープへ行かなくていい。日村、君はもう AV 見なくていい。空賊上に真っ青な柔道着着せなくていい。木村、君はもう化け物なんかじゃない。たけし、君はもうソープで抜かなくていい。キトマン、君はもう AV 出なくていい。あととある女の子を車で送ると言いながら、後部座席こっそりとその子の手を握らないで。
マジやめて醜い姿で生きてきた日村に彼女ができたんだ夜の営みはどうですか気になるけど今はハッピーバースデイ Thank you 出たいいねありがとうございましたいや最高だね木村さんおめでとうございますあいや醜い姿で生きてきてねすっげー醜い心が愛を知りうわねねちょっとこれいつもと違うね。あねほんで救急車のサイレンが二人だけのラブソング。マンションのベランダ二人だけのゴンドラ、こことか最高だよね。やばいね、これ。もう、あの、もうあのね、の雑誌写真、ね。袋閉じのね。そうそう、フライデーのね。あれ、いい写真だったんでね。いい写真だよね。救急車のサイレンで表に出てきちゃって、そうなんですよ撮られたっていう。それ、可愛いんですよ、それがこんな素敵なね。本当だよね。これ、ありがとう。いいなぁ。ね。